空気がすごい植物もあって、なんか僕が好きなものがめちゃくちゃ目に入って散りばめられて、木とか居心地がいい空間です。めちゃくちゃ。じゃあ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日は応援ルームと勝手に名乗ってるんですけど、3回目のゲストです。あ、3回目です。カイさんです。カイです。よろしくお願いします。カイさん、一応何をやってる方なんでしょうか。僕は普段ろくろっていう回転する、皆さんろくろって聞くとそれこそ陶芸の方を想像なさると思うんですけど、僕がやってるのろくろっていうのはこう地面でこう回転するんじゃなくて、壁にこうついてこう回転するものに木を装着して、刃物で回転してる木を成形して器を作る木地師っていう職業になるんですけど、そういった丸い形のものを作って、器だったりとか、これは初めて楽器を作ろうっていう試みで、初めてだったんですね。これがそうなんですよ、初めて作った楽器だったんですけど、ウッドベルっていうのを作ってみたりだとか、そういったのをいろいろ普段から考えて作ってるっていうような、まあ作家になるんですけど、木工作家さんですね。木工作家ですね。はい。で、これはウッドベル第1号。いい音。いや、この音を和三郎さんお渡しして、僕もう忘れちゃって、どんな音だったかとか。で、2個目を作ったわけですよ。はいはい。音のまあ聞き比べというか、したいなと思って。おお、すごいすごい。ちょっとこれでも1個目結構いいなと思って。1個目の出来が今見たところめちゃくちゃ、その所蔵作っていうかはもうね、なんででしょうね、スペシャルですかね。そうなんです。なんか今ちょっとなんか、出来が良すぎるかな。なんか音聞いただけでなんかめちゃくちゃいい感じです。ちょっと難しい気がしてきましたね。本当ですか。次から作るのが。でも多分ですけど、ほら、あのカイさんこれいただいたんですよね、はい、これでもう1年経ったんですかね。経ってないかな。いや、1年経つんじゃないですかね。経ちますよね。はい。なんで多分うちに来てもまたこう育ったりして、その亀裂も多分そんな入ってなかったと思うんですよ。確かにちょっと広がってる。そうなんですよ。そうそうそう。ここですね。そういう亀裂とかもどんどん入ってきて、自然と。で、しかもそれワークショップに毎回持ってくんで、はいはい、子供とかがもうガチャガチャやったりして。確かに。まあ、それでちょっとこうエイジングとか育った感はあるかもしれないです。なんか見た感じありますね。子供たちが使ってくれたんだろうなっていう表情がところどころついてるから。そうそうそう。結構ラフにこうガンガンやるんで。でも多分これタフだから、木も樫だし、それも想定されてたので。なるほどなるほど。もうそれはそれは。そうだから、そう初号機ね。嬉しい使われ方だなってすごい思います。そうなんです。結構使わせていただいて、僕も。ちょっと2号機が、いや、ぜひ見たいです、見たいです、めちゃくちゃ見たい。初号機、初号機こういう感じでからの2号機は結構仕組みは一緒なんですけど、はい、お形と色が、形というか色味が、いや全然またかなりシックな、違う色合いに。これ色をつけてるんですか。これはつけてますね。うん、墨で染めてるんですけど。しかもすみません、特徴的なこのやっぱこう靴ひものような、この。そうなんですよ。今回も割れがあったので、そこを糸で編んで。すごい。これも甲斐さんのこう作風の一個あれですよね。時々見られますよ、ね、これが前回2回目の展示会だったんですけど、その時からこう結構本格的に木を編むっていうことを、木を編む、やっぱり木ってで、はい、例えば亀裂で割れたりだとか、はい、あんまりやっぱり職人さんたちからすると扱いにくかったりだとか、製品としてあんまりいいとされないような部類になってくると思うんですけど、僕はなんかこう結構木が割れる瞬間を見たりだとか、割れる瞬間の音を聞くと、そこになんかすごいパワーとか生命力を感じるんですよ。面白い。もう根っこから切り離されて、なおもう動き続けて、自分の体内の水分を発散して、はいはい、でこうそれに合わせて力のこう力場のような感じ、そこがこう繊維が引き裂かれていくところに、僕なんか美しさをすごい感じたので、それを無理やり、よくあるのはこういうリボン型とかの木を打ち込んで離れないようにするっていうのがあるんですけど、まあ僕はもう割れていただいて、そこをこう
編んで、はい、この編むこと自体にそれをほぼ引き止める力はないんですけど、そのこう編むことによってちょっとこうフェチな感じでセクシーさであったりだとか、うん、もうちょっとこう細かく編むとその割れ目をこうちょっと覗き込みたくなるような、僕はここにすごいこう神秘的なパワーを感じるので、ちょっと編むことで着飾ってあげたいなということで、すごい着眼点ですね。それで前回からちょっとこう木を編むっていうことをしてるんですけど、そこそれもちょっと取り入れたウッドベル2号機ということで、わすごい。 どうですか、音の音は結構前回は明るくてこう軽やかな感じの音で、僕これをもう完全音は忘れてたんですよ、うんうん、どんな音だったか全然思い出せないまま今回作ったのは結構しっとりとしてる、うん、そうですね、ちょっとこうしっとり感ありますね、ウェットな感じで。その後コーティングのあれもあるんですかね、もしかして。小刻み。これはここの口がこっちはかなり開けてるから音がこう放たれるんですけど、こっちは逆にかなりすぼめて中でこもらせてあるから、洞窟スタイル、洞窟スタイルでこう中でしっとりと響くイメージ。あー、いいいい、いや、いいですいいです。 どっちも今聞き比べて結構音の差があるのかって正直不安だったんですよ、うん、そんなにこう音の差ができなかった、この形と音正直忘れちゃってたんで、ね、そうかそうかそうか、だけど今聞き比べたら結構カラカラ系とコロコロ系のちょっとしっとりした感じで、あ、どっちもいいですね。口すぼめてるから、はい、こっちほど音をこう広げるというか、うん、こっちはもっとコンパクトに小刻みにそうですねっていう音が鳴るっていうこと、今聞き比べてすごい感動しましたね自分で。あ、ちゃんと音の差が出ましたね。出て木の材種は全く一緒そうなんだなんですよ、色がついてるかついてないかで、はいはい、でも結構こんだけやっぱり差が出る。ちょっといいですか。あ、もちろんです。それはちょっとこうオイルフィニッシュかけてるんで、また見た目もちょっとこうしっとりとした感じに仕上げて、なんかその質感が結構音の違いに出てるなと僕は感じますね、うん、そのオイルフィニッシュっていうんですか、そうです、ね、出てる感じですよね、はい、こっちは無垢ですか。無垢ですね、何も塗ってない状態です、ね、だからちょっとだけこうウェットになるというか当たりが柔らかくなる感じもしますね。そうですね、だいぶしっとりとして。本当だ、ちょっとウェットな曲にはこっちですね。そうですね、ちょっと使い分けができればとは思ってたんですけど、果たしてどれほどの差かと思ってたんです。いい感じで。これはあれなんですか、こう作品、そういうウッドベルはまだ展示とかはしたことはないんですか。したことなくって、そうなんですね、なんかちょっと木地師は本来器とか作るのがまあメインだから、うん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 、こういったものがこうどれぐらい人気があるのかなとか、なるほどね、それはもうまだデータがないから、はい、ないし、なんかこういう楽器がそれこそ本当に音楽やってらっしゃる方々にとってこう どれほどこう使ってみていただいて実用性というかこう楽しく使えるかっていうのを分からなかったから、第1弾をまずは和三郎さんにちょっと使っていただいてっていうのもあって、ちょっと実験的というか、でそういったので、でもまあ結構作るのが楽しくて、音が単純にすごい聞いてて楽しい音だったから、こう何個かこう音の違いをできるだけつけれるように作ってみようっていうのは、うん、大きくちょっと次回作はもうちょっとこうボーリング玉ぐらい大きくしようかな、ね、そういうの期待しちゃいますよね。もっと大きいやつとか、まあ、逆にもっとこうちっちゃくてなんかこう長いみたいなとか、ね、長さがみたいなので、ちょっとこう音の差をつけれたら、こういう楽器、ちょっと楽器としてウッドベルっていうなんかこういうのをいろいろバリエーションを流行らせたり流行らせてで、まあまあ結構こうタフだから、うん、まあ子供たちがこう楽しくこう、とっても長く使えるようなものをっていうので、ね、なんか呼び鈴とかにも使えそうだし、うん、ああいう風鈴的なドアチャイム的なね、はいはい、カランカランとかも絶対いいだろうし、なんか
広がりがありそうですね。いやなんか楽器作るの結構楽しいなと思って。いやどんどん作ってほしいです。なんかこうあんまり見たことない形の前一回和三郎さんに見せていただいたなんか、うんうんうん、アジアのなんか金属片がついたような輪っか状のあの楽器とかもすごい造形的にかっこよくて、それとかめちゃくちゃ好きだったんですよ。これの形とかがもうすごい美しすぎて、これプリミティブすぎますよね。ちょっとこれ見てやっぱりもっと憧れが強くなって、その楽器に対するこれ見て多分ちょっと引っ張れてこうちょっとこうテイストがなんかちょっとこうちょっとグッとね。なるほどなるほど。最初のこのシンプルな形状に比べるとちょっとこう近づいて引き寄せられた感じがあるんですけど、そんなことがあったんですね。そうなんですよ。やっぱりこれ見ててちょっとなんか儀式的な楽器だなと思って。これはね、あの言いましたっけ、トイトイトイっていうあの武士町山にあるおもちゃ屋さんで、はいはいはい、なぜかこれだけどす黒い感じのそうですよね。もうおもちゃとかっていう感じじゃないですよね、うん、そうね、そうなんです。儀式っぽいですよね。いやだからなんかこうなんか見たことない楽器がいくつか並んでると、うん、なんか僕はそんな音楽携わったことないけど、うん、ワクワク見ただけでちょっと手に取って動かしてみたくなるようなものをちょっと作りたいなっていうのもあって、楽しみ。ぜひぜひちょっといろいろ試作してください。いやちょっと最近それこそ貴金属を扱う方ともつながり交流があるので、こういった前にあれですか、展示してたところね、一緒に展示してたジュエリー作家の方、数ヶ月前ですよね。そうですね、色々4月だったんで。4月か、そうかそうかそうか。だからその方がやっぱりこの鉄にしても、うんうんうん、あのおりん、うん、叩いた時のような音が出るような金属の配合はこうだよみたいなのを知ってらっしゃるんで、ちょっともう取っ手が木で、あの神社の巫女さんがこう鈴をこうシャンシャンシャンってやるような楽器をもうちょっとこう形考えて、すごいな。いやちょっとこう楽器っていいなと見たいですね。僕はまあ演奏できないから作るだけ作って、周りのね音楽家とかにねちょっとこう使ってみたいな感じで、でもそれで広がってったらね面白いですね。いやなんかちょっと仕組み、もう欲を言えばこんな仕組みはなかったみたいな音の出方まで深掘りできればいいけど、まあ何千年何万年っていう歴史があるので。そういった機構までちょっとこういろいろなんか面白い。いやでも甲斐さんならこう掘りまくってね、なんか発見できるんじゃないですかね。なんかもうお茶碗とか湯飲みとか伝統的な形もいいんですけど、うん、やっぱりそういう木地師の技法、ろくろ技法とかそういう刃物を使えば、はい、こんななんかもういろんな幅広く形にとらわれず、器以外にもっとこう、うんうん、まあ、実用的なものであったりだとか、うん、オブジェチックなものであったりだとか、うん、かなり幅広く想像できる技術なので、うんうんうん、それをこうどんどん生かして、そのまだまだこのマイナーな香川ではこう結構職人さんの方はもうかなり数が激減してしまっているので、うんうん、もう一度こう木地師という、木地師っていうんですね、そういうのね、はい、あの木工 の木に地面の地で木地師っていう職になるんですけど、それをもう一回こうちょっとにぎわい取り戻せたら、漆塗る方々もたくさんいらっしゃるんで、香川県内で木を造形もいろいろ楽しく作って、うん、漆でまた着飾ってあげて、うんうんうん、いろんな木工製品がこう、うん、いろんな人の生活溶け込んでいけばすごいハッピーだなっていうのが僕の中では一番大きいんで。今同年代とかでそういうつながりは少しあるんですか？結構僕としては少ないんですよ。それこそそういう職人さんという、職人さんっていう、うん、考え方でいくと家具であったりだとか、うんうん、まあ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 いらっしゃると思うんですけど、なかなかこういう作家さんとしてもうなんかこう結構自由な感じでパーってこうなんか作りたいものを作ってるんですっていう人は僕があんまり知り合いでいなくって、全然こうジャンル問わず
木だろうとガラスだろうと土だろうと貴金属だろうといろんな方とは知り合いたいなと思ってるんで、じゃあさ、これからさらにこうネットワークを、そうなんですよ、広げていって、これからだからそういうのもあってこう自分がいますよって分かりやすい空間を持つことができたら、そこから発信して、またはこう逆に足を運んでいただけるっていうような場所をこう持ちたいなっていうのがやっぱり、じゃあそれは工房的なお店的な何かそのような複合的な感じの場所ってことですよね。やっぱり直接見ていただいた方が結構こう分かりやすいし、僕はその作業風景に何より感動したの、制作してる音と見た迫力と香り、木の掘削した時の香りに感動したから、そういうまあ直に見てもらえて人もまあ寄り添えてっていうようなスペース持てれば一番まあ僕は嬉しいなと思うんで、じゃこれを見てるどないい人が無料でちょっと違うかちょっと、まあ、あのなんかね、いい条件があったらね、はい、ちょっとなんか本当あの情報を教えていただけたらね嬉しいですよね。よろしくお願いします、ね、本当ですね。うわで夢がありますな。そうなんですよ、結構香川県で僕は香川大好きだから、うん、香川をいかにこう、うん、カイさん出身はちなみに香川県です。香川県善通寺市で、善通寺市、はい、根っからのじゃあ香川っ子、もうずっと唯一器の勉強しに石川県へ修行で出てた時以外はもう香川からほど出てないんで、もう香川大好きすぎて、もう、あ、そうなんですね、出たくないぐらい、もう結構フィット感がもう珍しい。あ、じゃあそんなことないか、どうなんですかね、なんかこう香川にいる方で育ってきて、うん、大学とか高校出るぐらいにやっぱこうちょっと大阪出るとかっていうのをよく聞くんですけど、うんうんうん、そうですね、またちょっと違うんですね。もう僕は出たくなかったんでとにかく、まあ、確か周りの方は大阪とかちょっとまあ東京であったりだとか、うんうんうん、僕も興味はあるんですけど、まあなんせ人混みが本当にダメで、それもあってまあいけないっていうのも、それはちなみにいつぐらいからそうなんか苦手だなって思い出したんですか。多分高校生まではずっと小中高ってもうサッカーしてたんで、バリバリのもう体動かして毎日こううわーっていう感じでそっちにかなり集中してたんで、一切そういうことを感じなかったんですよ、毎日パッションだみたいな感じだったから。だけど高校卒業してサッカーをやる定期的に、はい、っていう時間がなくなった時から、うんうんうん、なんか意外と根は、うん、そんななんか、うん、めちゃ明るいんくないのかもしれないみたいな、専門学生ぐらいからちょっとなんかこう、はい、悪く言えばっていうか、はいはい、ちょっとネガティブな言い方するともしかしたら僕は、うん、あのネクラな方かもしれないと思って、あ、そうなんですね、でもよく言えばそこからこう結構自問自答してなんか一人でいる時間は増えたけど、はい、よりなんかこう自分が何が好きかとかそういうのをすごい気づける、はいはいはい、自分と向き合う時間、そうなんですよ、増えて、うん、だから多分専門学生それこそ二十歳ぐらいの時に、うんうんうん、あ、ちょっと人混み行くよりかは、うん、一人でこういろんなところ出かけて行ったりとかした方が向いてるなっていうのを思って、うんうんうん、へー、そんぐらいに、そうですね、一番態度気がついたんですね、一番こう、うんうんうん、キュッて変わったのはやっぱりそこ、二十歳ぐらい、前後ぐらい、前後ぐらいですかね、それまではもうなんかきっかけとかあったんですか、そういうの。多分高校卒業した時に、うんうんうん、一番最初に瀬戸内海の島に行こうってなった時に、うん、行ったのが小木島だったんですよ、でものすごい台風の後で、おうおうおう、で高校卒業したって18歳の時に、うん、その小木島行って一人で2泊3日したんですよ、で当時の小木島って、うん、僕が18歳の時だからもう10年近く前は、うんうん、もうお店っていうお店は本当なくって、はいはい、島民の方が生活をなさってるっていう、はい、そういうのを見ることが肌で感じれるっていうような場所だったんですけど、うん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 、まあ、僕は何も知らないから、うん、何があるかとかも知らないから2泊3日、うん、宿も取らずにもう行って、うん、で、あ、本当何も今のところはまず食べ物を買う場所がないとか、まあ、自動販売機はあるけどみたいな感じ、はい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 、どこに泊まったんですか、じゃあ宿はない、 それも結局もう行って、うん、なんかどこか泊まれる宿が瀬戸内海の島ってあるもんだと思って行ってたから、うん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 、行ったけど、まあなんかこう、うん、今
は瀬戸芸期間中、あれ、あ、瀬戸芸期間でもなかった、うん、なんか今やってませんみたいな、うんうんうん、断られ方したりとかした中で、うん、なんか本当最後行ったところが今はもうやってらっしゃらないんですけど、うん、浜上旅館さんっていうところが昔あって、うんうんうん、そこ行ったら、うん、なんでか分かんないですけど、うん、素泊まりでよかったら、うん、2000円でいいよって言ってくれて、でそこをもう止めていただいて、 あったんですね、交渉してあったんですよ、交渉した、うん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 、素泊まりでよかったら2000円で、で止めていただいて、うんうん、そこをベースに2泊3日、うんうんうん、もう本当に砂浜で一日中もう、うん、上半身裸でもう日焼けしながら砂のお山を作ったり、一人で永遠でもう日が暮れるまで横にひたすらなってたりだとか、うんうんうん、海ちょっと入ったりだとか、うんうん、で今度逆にコンパクトだから山もすぐ近くにあるんで、うんうんうん、もう山に登っていって、うんうん、すごい大きな岩の上登ったりとかして遊んで、でもうそういう時に案外その時点で一人でも、うん、あ意外となんか楽しめるなと思って、うん、誰かと一緒にも楽しいけど、はい、案外一人でいる時間も悪くないなっていうのにすごい、なんか再発見あったんですね、かなりコントラスト強めに気がついて、そこで、全然いけるんだと思ってくっきり、なるほどね、なんかそこで、あ、むしろこっちが楽かっていう感じになって、あ、なるほどなるほど、だからその高校卒業で、はい、もう小木島行った時の一人ぼっち時間の楽しさで、はいはいはい、改めて再認識というか新発見ぐらいでしたね、やっぱじゃあそのぐらいの時にちょっとこうまた、なんだろう、人生観が変わった時なんですね。そうですね、ちょっとありましたね、やっぱり、まあ、そうですよね、高校生とか、まあ、終わって一応もう、こう社会人のとね、形突っ込む時ですもんね、はい、